ポチッ。はい、こんにちは。オーシャン東京渋谷の後藤です。アシスタントの森田優です。はい、今日はこちらのじゃじゃじゃん、森田オンザウェーブにしたいと思います。お願いいたします。ツヤ感が出てパーマの質感ですね。これを今日やります。で、まずパーマがかかってる手でスタイリングを説明していきますので、パーマかけた状態の子にすごくおすすめなスタイルになってます。写真よりちょこっと長さが短いので、ちょっと短めの感じでやっていきたいと思います。それではまず最初にシャンプーした後に、このででーん、タオル茶まで全体をよく拭いてください。この時に顔は拭かないでください。お願いします。髪の毛だけで大丈夫です。しっかり頭皮を拭くような感じにしっかり拭いてください。で、ちゃんと拭き終わったら次に早速もうワックスいきます。今日のワックス使うのがこのクックグリースです。鶏の絵の描いたこのワックスを使っていきます。使う量は手のひらにこれくらいですね。ちょっと大きい枝豆ちゃんぐらいつけていきます。これをよく手のひらでなじませて、ここが重要です。指の間に入れてください。で、手に塊がなくなるぐらいこれをつけていきます。で、つけ方ですごく重要なのが、必ず後ろからつけてください。後ろから。で、なんで後ろからつけるかっていうと、ワックスは根元にはつけてほしくないので、根元につけないようにするために、下から上へと立ち上げるようにつけてください。で、後ろ揉み込んで、だいたい全体的に髪の長さだったり量にも関係するんですけど、2、3回ぐらいに分けてあげるとすごくいいです。もう一回同じ作業、よくなじませて指の間に入れて揉み込んでください。で、前髪の方まで行ったらちょっとストップです。前髪はちょっと握らず、ちょっと森田近づいて、はい、だいたい顔周りの 1、2センチぐらいをちょっと残してあげて、顔周りですね、だいたいこう耳の前から目の周り、ずっとこの辺ですね。ちょっと右向いて、この辺、この辺から左、この辺までぐーっとこの辺のラインは残してください。で、この時に残したところは握らずに、手に余ったワックスでいいので、これをちょっとつまむように、毛先だけ握ってつけるというよりかは、触ってちょっとこうつけてあげるようなイメージでやってあげるとすごく簡単にできます。で、なんでここ握らないかっていうと、前髪が割れてしまうとすごくかっこ悪くなってしまうので、必ず前髪は握らず割れないように触ってつけてください。で、戻ってみて、はい。で、全体的につけたので、次に今度は形をつけていきます。一回後ろを見せます。で、後ろ全部立ち上がった状態なので、立ち上げたのをそのまま下ろしてください。シャンプーするようなイメージ、バーって、もうラフにパーマのスタイルなので、そんな綺麗にやらなくても、ちょっとラフにバーっていう程度で大丈夫です。次、横も立ち上がったのをそのまま下ろしてください。
で今度は反対側の横ですね、上げたのをそのまま下ろすイメージで、で最後に前髪、上げたのをそのまま下ろし返す。ちょっと近づこうかな、はい、よし、ちょっと近づいて近くで見せます。でこの時に、まあ、ある程度の形が完成していきます。よし、おい。でここから最後にちょっとこう束感とかをつまんだりとか握ったりとかしてちょっと調整していきます。基本的に握るってよりかはつまむ作業の方が多いかなっていう感じで、自分のつけたいカールのところをつまんであげて動かしてみてください。この時にあんまりこう作り込みすぎるとあえてラフ感だったりとかがあのスタイルには欲しいので、ラフ感を出すイメージとしてもちょっとこうあんまり綺麗に作るっていうよりかはちょっと手直し程度でやってあげるのがすごく綺麗になってきます。本当に忙しい朝でもすぐに決まります。で手直しができたら最後にスプレーで仕上げていきます。スプレーはこちらです。もうホーユーのメガフレックス、これを使います。発音がメガフィックスフィックスの発音がも、使い方は頭皮から拳2個分、1個2個ぐらい開けたところにつけてください。もう全体に吹きかけるようなイメージで、この時握らなくても大丈夫です。もう形がついてるんで、ちょっと気になるところだけつまんで狙い撃ちしてください。この時も遠くからつけるようなイメージ、全体バーッと1周ぐらいでも全然固まってくれるので完成できます。はい、これでもう完成なので360度見せたいと思います。お願いします。これでドヤ顔です。ドヤ顔です。よいしょ。はい、こんな感じにしてライドオンザモリタウェーブの完成なので、皆さんぜひやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ポチッ。